ついに第3試合肘打ちありが解禁されました。レッドルールです。そのレッドルールで最軽量級のチャンピオンである新太、レッドルールらしく赤いものを見せて勝ちたい、そう宣言していた画面左チャンピオンの新太です。そしてマサブレイブリー、画面右ブレイブリージムです。ノンタイトル戦ではありますが激しい攻防が予想されます。肘打ちありのルールです。祈りを捧げます。マサブレイブリー、ムエタイスタイル、ラウンドワン。さあ第一ラウンドが始まりました。お互いにグローブタッチを交わし、そしてサウスポースタイルに構えている画面左向こう側のシンタ、同じくサウスポースタイルに構えているマサブレイブリーです。蹴りの打ち合い、ミドルを放っていきました。マサブレイブリーです。さて高崎さん、はい、いよいよこのブレイズ、はい、初めてのですね、はい、本戦初めてのレッドルール解禁ですね、はい、肘打ちありになりますので、これ肘打ちありということになりますと、やっぱり近い距離の攻防になるとさらに注目ですね、はい、そうですね、それこそダメージ食らってても、肘一発で逆転 TKO とかありますからね、はい、目が離せないルールです、はい、左のカーフキックを放っていきます。そして前蹴りも放っていきシンタ、左のカーフキック、そして足をキャッチしていきます。ちょっと高崎さん、このカーフキックがかなり入ってますけれどもね、はい、このカーフですよね、はい、もうなんか基本カーフで行こうという感じ、そうですね、カーフキックいいですよ、谷川さん、これは左にカウンター、全然効いてますね、前蹴りです、あれ効いてるからパンチが入るんですよ、なるほど、このカーフ谷川さんかなり嫌ですよね、まさからすればね、ただ前に出ます。マサブレイブリー肘、縦肘を見せました。左のミドルキック、マサブレイブリーです。青いリストカラー、そして赤いリストカラーのチャンピオンシンター、左ストレート、相手の足をキャッチしながら左のストレートをまっすぐ伸ばしていきます。さらには前蹴りを放っていきました。カウンター、前蹴りです。2人とも速いですよね。そうですね、軽い階級なんで、左の服を出していきました。この戦いはノックアウトレッド53キロ契約です。3分3ラウンド延長1ラウンドで争われています。さあ後ろを下がりながらもジャブを上げてワンツー、そしてポジションを入れ替えました。シンタ左ストレート、やっぱカーフキック効いています。シンタ先生いいですね、やっぱりこれ高崎さん、はい、カーフキックが今後、はい、もしかしたら試合の行方を左右するかもしれませんね。そうですね、もう序盤からこれが決まってますからね。そうですよね、実際に谷川さん、はい、マサブレイブリーの右足なんですけれども、はい、ふくらはぎのあたりですよね、赤く染まってますからね。さっきの時計選手の試合と逆で、はい、今回の試合は新田選手が前に来ようとするところをカーフ切ってくるので、本当ね、さっき三日月で、はい、マサト選手が牽制したんですけど、そうですね、それをカーフでやってるって感じで、そうですね、行こう行こうとした時にあんな痛い蹴りをですね、カーフ蹴られると、なんかもう攻撃力も減ってくるし、で時々来る新田選手のパンチが入っちゃいますよね。そうですね、左のストレートを出していきます。ただ新田のですね、体右側の脇腹のあたりなんですが赤く染まっています。まあ、それはこのミドルキックもですね、マサブレイブリー非常にいい、いいですね、足払いです。残り時間はとばすけになりました。第一ラウンド、はい、色白だから目立つんですよね、そうなんですよね、ちょっと赤く腫れている、右脇腹のあたりと、それから右の太ももの横のあたりですよね、相手のマサブレイブリーのローキックと、それからミドルキックはですね、かなり重たく響いています。そして一方こちらの新田としてはかなりカーフキックを多用してきました。そのカーフキックの多用から来るストレートがまたブレイブリーを捉えています。このカーフキックです。谷川さん、はい、この左のカウンターですよね。でカーフキックが入っているからこそまたパンチが当たるというね、入ってるし効いてますからね、実はこの今カメラでは見にくいところだったんですけれども、外側です、この向こう側、右足ふくらはぎの向こう側が今赤くなっているのがマサブレイブリーです。
第1ラウンド縦肘も何度も見せていましたマサブレイブリです。あの肘が当たると一つ流れが変わってくる。さあ第2ラウンドが始まりました。谷川さん、はい、この第2ラウンドに関しましてはいかがですか。どう見てますか。いやいや、今度マサ選手が、カーフをどう対策してきて、はい、どう攻撃してくるかでしょうね。そうですね、蹴りの打ち合いから左のストレートを出していこうというマサブレイブリです。踏み込みを見せる右のミドルも出していきましたが、しかしワンツーシンターン前蹴りを放っていきます。右のフックお互いに掛け合っていきました。右のジャブを出していきます。そして左のミドルハイです。マサブレイブリー、しかしジャブから左のカーフキックを放ってきた。ミドルキックを返していきました。マサブレイブリーです。前蹴りを放っていくシンター、左のカーフキック。さて高崎さん、はい、まあ、お互いにまず蹴り技から対応しながらというところではありますけれども、はい、この第2ラウンド高崎さんはどうご覧になっていらっしゃいますか。いや、新田選手って、前回タイトル取ったオツリク戦もそうなんですけども、はい、作戦を遂行する力っていうのがすごくある。なるほど、そこの集中力がすごい選手だと思ってるんですけども、今回も、もう本当に序盤からやりたいことが明確なので、うん、はい、もうそれを貫くのみというか、はい、どこまで貫けるかだと思いますね、はい。まあ、それから今高崎さんからもご紹介がありましたけれども、去年12月ですよね、王座決定戦で6戦6勝3 KO 無敗のホープ大津陸をグラウンド判定で破って王座についたという自信ありますよね。そうですね、身の服でスクを切っています。ですからそういった意味では、おっと左だ、マサブレイブリの左の拳捉えました。シンタの顔、さあ左のカーフキックを放って下がりながらも前蹴りを放っていくシンタ。現在はノックアウトレッドスーパーフライ級王者でもありますシンタ。左のローキックを放っていこうというマサブレイブリです。谷川さん、はい、カーフキックを浴びながらもですね、マサブレイブリどんどん前に出ましたからね。このラウンドいいですよね、どんどん前に出てきますし、はい、そこをまた左のカーフからさらにコンビネーションブローでさばいていこうという前蹴りを放っていくシンタ。このシンタ選手のジャブみたいな前蹴りに関しても、はい、結構打ち出したような肘が出てきましたね。今肘が出ました。この縦肘はですね、高崎さん、はい、カナダのマサブレイブリ先ほどから第一ラウンドが狙ってますよね。そうですね、左ック前蹴りです。ただ近づいたらあの肘が飛び込んできます。マサ選手は、多分僕肘で倒そうとしてると思います。なるほど、最後となりますと近い距離になりますと、そこを一つポイントですね、はい。で、シンカ選手は逆に言うとパンチで倒そうと思ってる。なるほど、ラスト3秒カーフ効かしてですね、カーフキックを放っていきます。そしてミドルキックだ、左のミドルです。マサ選手がこのラウンドいいですね、そうですね、どんどん前に出ます。ワンツー、ここはクリンチしていきました。しかしここはクイズボーになっていきます。左蹴りを放っていこうというマサブレイブリーです。まあ、ブレイブリージムということもありまして、高崎さん、はい、この肘ありルール戦い、はい、マサブレイブリーはよく心得てますよね。そうですね、リギュックだ、第2ラウンド終了。最後ゴングが鳴ると同時に右フックを浴びせていきましたマサブレイブリーです。この第2ラウンドに関しましては谷川さんどうご覧になっていらっしゃいましたか。第1ラウンドも第2ラウンドも差はないと思うんですけど、はい、第1ラウンドは新田選手で、はい、第2ラウンドはマサ選手がややリードって感じですね。なるほど、高崎さんいかがですか。はい、そうですね、ポイントまでいってるかどうかというところではあると思うんですけども、はい、まあ、その1、2ラウンドの、気づいたダメージをもとに、3ラウンドどうまとめるか、うんうん、そこは注目だと思いますね、はい。まあ、非常に谷川さん、はい、レッドルール解禁されたこの第3試合ですけれどね、非常に見応えのある戦いになってますね。そうですね、うなずくマサブレイブリーです。さあ改めてご覧いただきます、この第2ラウンドの攻防です。リプレイです。左のローキックを放っていったシンター、そしてこのミドルキックでシンターの体を赤く染めていますマサ。ファイナルラウンド、必ず勝って一番注目してもらえる試合をする、必ず倒す、そう宣言していたマサブレイブリーです。青いリストカラーです。左のローキックを放っていきました。ワンツーを放っていく、そして前に出る前蹴りを放っていくシンター。マサ選手が本当前に出てていいですね。そうですね、肘を出していきました。シンタも肘で応戦していこうとしています。さらにはこの首相撲の展開、首台の体勢になっていきますが、一旦ブレイクです。さて高崎さん、はい、第3ラウンド入りましたけれどもね、はい、この第3ラウンドどうでしょうかね、どう見てますか。いや、もう両者決めたいでしょうから、はい、はい、まあ、すでに攻防激しくなってますけども、はい、
ちょっと肘多くなってますよね。そうですね、かなり近い距離になりますと、またマサブレイブリーも肘を出していきますし、新田も肘打ちを見せました。そうですね、マサ選手がまあ肘へ倒そうとしてるんで、ブレイクブレイクです。その枠組みに試合を持っていこうとしてますよね。そうですね、さあ足をキャッチしていこうという新田でありますが、左のストレートを思い切り振っていきますマサブレイブリー。さらにはこのクビズボンの展開、さあクビズボンの展開から肘だ、肘を放っていった。さあマサブレブリーが追撃を狙っていく。そしてまた脇を刺して脇差しからの膝蹴りをボディに放っていこうというマサブレブリーです。だこれ高崎さん、はい、あの新田としてはですね、はい、ノンタイトル戦とはいえ、はい、チャンピオンとして絶対に負けられない一戦ではありますけどね。いやそうなんですよ、あのむしろ新田が問われる。おっとダメージが効いてるか、どっとちょっと嫌がってる新田、目が何かに、ダウンは取られていませんが嫌がっていました。ちょっと体がもつれています。新田厳しい展開ですね、さあこれはマサブレブリーがまた近づいて肘を打とうというところです。そうですね、デック前蹴りを放っていきました新田。ここの組み合いですがかなり体力も消耗してきます。あのフィジカル的にマサ選手が強いんでしょうね。そうですね、押してますよね。さあ新田としてはどう対応するでしょうか。残り時間1分を切りました。この戦いは3分3ラウンド延長1ラウンドになります。右のフックを出していきました新田前蹴り。さあそして前蹴りだマサブレイブリー。ちょっとこの状況を見て新田選手が疲れた、どうですか。左ちょっと新田選手厳しいですね、押されてますよね、はい、チャンピオンが押されている展開。左カウンター。さあ新田チャンピオンとしての意地を見せたい。さあ首投げの対戦になっていますが、ここは一旦ブレイクです。ラスト30秒。マサブレイブリーとしてはチャンピオンを食ってやろうという気持ち満々。さあ前蹴りを放つ新田に対してどんどん前に出てくるのはマサブレイブリー。ローキックを放っていきます。左のフック返せた、しかしミドルキック左拳を出していくマサブレイブリーです。バランスを崩しました。残る時間は間もなく10秒になろうとしています。左に肘を出していく新田。レッドルールが解禁されたこの戦い、左キック、膝蹴り放っていくクビズボン。さあ近い距離膝蹴りお互いに打ち合っていこうというところ。ここで第3ラウンドが終わりました。判定に入ります。さてこの第3ラウンドですが谷川さん、はい、いかがでしたでしょうか。いやマサ選手が押してましたよね、ちょっと新田選手がスタミナ的に効いたのかどうか分からないですけど、そうですね、失速した分、はい、判定もしかしたら1ポイントマサ選手についたかなって気持ちもありますよね。この肘打ちも放っていくマサブレイブリーです。となりますとこれまでは判定が出ていませんので分かりませんが、あの先ほども話をしましたが後ろに下がりました新田。あの高崎さん、はい、チャンピオンとして負けるわけにはいかないわけですからね。そうなんですよね、はい、ジャッジ松田30対29青マサ、うん、マサブレイブリーです。ジャッジ松田30対28青マサ、なんとジャッジ賞マサブレブリーが28青マサ予定ノックアウトレッド勝者スーパーフライ級王者シンタを破りました。いやこれ高崎さん、はい、どうなりますかこれこれからの先。そうですね、あのマサ選手はここから勝ってチャンピオンとかには興味ないって言ってたんですよね。言ってましたよね、まあなのでどうするのか、あとは、まあ、あの元々マサ選手が階級が新田選手の持っているタイトルより上なので、まあ、その辺どうするかなんですが、はい、でも、まあまあ、マサ選手が継続参戦するならあのいろいろチャンスが回ってくるような展開だと思います ね、 まあ、だけど新田選手はこのままでは終われないですよね。そうですね、まあ、やっぱりチャンピオンなんで、はい、まあ、問題取る戦とはいえね、負けちゃダメですよ、いやこれは新田にとっても厳しい結果を突きつけられる形になってしまいました、まあ、これから先このマサブレイブリーがどういった次動きを見せるのかというところも注目になります。3対0の判定勝利を収めたマサブレイブリーです。